みなさんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。本日はアンブシアと呼吸の秘密にご来場いただきまして本当にありがとうございます。あなたは技を獲得できるかということで、今日と明日の2日間全5回の双方レクチャー第1回を担当させていただきます荒川真奈と申します。ここに来てくださったということは、何かしら皆さんアンブシアや呼吸に不安や悩みをお持ちかと思います。私の個人的な考え方にはなりますが、皆さんの悩みが少しでもこう軽くなるヒントになれば嬉しいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日この会場にいらしている皆さんは普段どのような演奏ジャンルをなさっているでしょうか。クラシックの方と、クラシック、ありがとうございます。そして吹奏楽の方、お吹奏楽もちらほら、ポップスの方、わー、ありがとうございます。そしてそれ以外の方、あるんですね、ありがとうございます。はい、ちなみに教わることが多い方、教わっていますっていう方、ありがとうございます。教えることが多い方、ありがとうございます。はい、本日一生懸命やっていきたいと思いますので、楽しんでいただければと思います。まず最初に私自身のことをお話しさせていただきますと、中学校の吹奏楽部からサックス人生は始まっております。その後昭和音楽大学で田中康人先生に師事をしておりました。その後某楽器店のインストラクターを務めるうちにですね、こうポップスの道を学び始めたというところです。まあ、今現在アニメやゲームの劇版サントラとかですかねのレコーディングのお仕事をさせていただいていたり、あとはバンドとの演奏をしていく中で、こう様々な奏法が必要だなと日々感じております。でこう様々なジャンルを演奏することが多い中で、こうアンブシアはなるべく柔軟に作れるといいのかなというふうに個人的には思っております。今回30分という時間をいただいた中で、3つのパートに分けてお話をさせていただこうと思います。その1、こちらに書かせていただきましたが、いい音、理想の姿に関してお話ししたいと思います。そしてその2、呼吸法に関してお話をいたします。そして最後その3、アンブシアの作り方についてお話ししていこうと思います。さらに先にもう結論書いてしまってるんですが、結論をお話ししてしまいたいと思います。いわゆるアンブシアに正解はございません。そして常にこういいものを求めて変化し続けていいものであるというふうに私は考えております。この結論に関して呼吸の面と口周りの面と両方向から詳しく解説していこうと思います。だいぶ緊張してどんどん言葉が早くなっているので、なんかありがとうございます、聞き取りにくいところがありましたら、はい、その都度ちょっともうちょっとゆっくり話してって言ってもらえればいくらでもゆっくり話しますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあでは内容に入っていこうと思うんですが、そもそもいい音、理想の姿っていうところをお話ししていきたいんですけど、まずなぜアンブシュアに悩むんですかと聞かれたら、皆さん理由は何でしょうか。こうアンブシア悩んでるんですよねってよく皆さんから聞くんですけど、なんでアンブシアを悩み始めるのかっていうところに、ヒントがあるのかなと思っておりまして、まず挙げられる点、私の中で挙げられる点としましては、まあ、思ったような音色が出ないから、あとは音程がコントロールできないから、さらに、まあ、それ以前に音が思ったところでというか自分のタイミングで出ないからなどなど、こうおそらくご自身の理想の姿、まあ、この場合は音色とか発音とか音程とかっていうものが存在するからだと思っています。でこの理想の姿は今回、まあ、分かりやすいように理想の音色としておきます。いい音でもいいかもしれないので、それにまあ近づけないと思うから悩んでいらっしゃるんだと思います。で今日その悩みを少しでも軽くで冒頭にお話ししたんですけど、まあ、今日集まりの皆さんには怒られてしまうかもしれませんが、私自身は悩みも全然ウェルカムです。はい、一生悩み続けていいと思っております。まあ、悩むっていうことはこう一番の成長への伸びしろだと個人的に思っていますので、大いに悩みたいなというふうに日々思っています。でもっと素敵な音へのアプローチ、
それから双方へのアプローチをこう考えていけると、まあ、新しい自分に、新しい自分のサックスの音に出会えるんじゃないかなと思ってワクワクしております。で、それはなぜかというと、こう理想の音っていうのは、まあ、理想の音色だったりいい音っていうのは正解がないっていうのをここにもアンブシュアって書いてあるんですけど、理想の音色にも正解がないというふうに思っています。このフェスティバルにいらっしゃってるこう名だたるプロの方たち、コンサートもねたくさんある音大生とか専門学生の方々も一人一人やっぱり音は全然違いますし、数年前の例えば自分の場合でも数年前の自分と今の自分と結構音って違うことが多いと思うんですよね。で、それの、まあ、どれもが素敵な音だと思って自分は演奏していたりとか、まあ、プロの方々は演奏しているわけです。なので、音色も奏法もこう終わりなき旅といいますか、まあ、楽器楽しいなって思って仕方ないところではあるんですが、まあ、正解っていうのが自分の中にしかないと思っています。で、音色だけに限ってこう好みを考えますと、こうクラシック奏者のこう澄んだような、もう透き通るような音が好きっていう方だったりとか、もうジャズの巨匠のこのザラッとした音色が最高なんだよねっていう方とか、あとバンドでもうガツガツ鳴らしてるのがすごい好きとか、もう吹奏楽の溶け込んでるのが好きとか、本当に好みは様々だと思うんです。さらに、まあ、好みだけでなく、こう実際に自分が演奏する奏者自身の身体的なことを言いますと、こう歯並びとか骨格、肺活量、体格ですとか、まあ、唇の厚さとか舌の厚さとか長さとか、もう本当に上げ出したらキリがないほど人によっては違っていると思います。でさらに使っている楽器のメーカー、機種、マウスピース、リガちゃんもリードももうそれぞれ違うわけです。なのでこう似たような音っていうのは目指せるかもしれないんですけど、まあ、同じ音っていうのはなかなか難しいかなというふうに思っています。まあ、実際こういつも聴いている師匠の音をこう参考にしていると師匠の音に似ていくっていうのはあると思うんですけど、やっぱりちょっと違ってくると思うんですよね。でこう人の声もこう違ってくるように、こうサックスの音色も10に弾いたら10通りあっていいかなと私は個人的に思っております。で私自身もこう流行り廃りっていうのがすごくありまして、こう今はこの奏者さんがもう世界で一番好き、私この人になりたいって思ってこう練習する時もあれば、数ヶ月後にはなんか別の奏者さんのコピーやってもうこの人最高って思ってたりするので、こう自分の中でも理想の音っていうのはその時によって変わったり、まあ、いろいろ好きな中で理想の音を自分の中で構築していくのがいいんじゃないかなと思っています。でこうある程度、まあ、日によってっていうとちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、こう理想の音が、まあ、日によって違ってもそれはそれでありじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、そんなこと言ったらこういい音全然作れないじゃんっていうところもあるかと思いますので、まあ、理想を作る際のゴールをきちんと決めておくことが大事だと思います。まあ、いくつもね考えたいところはあるんですけど、2つ私は挙げさせていただきます。1つは自分自身がいい音だと思って演奏できてるかっていうところ、そして2つ目は吹いていて辛くないかっていうのを置いておくといいと思います。どんなに、まあ、自分の音がいい音かっていうのはちょっと置いといて、その辛くないかっていう部分なんですけど、どんなに素敵な音って思ってもめちゃめちゃ疲れるとか、あとはすごい圧力抵抗感とかもすごくって、もうしんどくてしょうがない場合だと、やっぱしんどいっていうのが勝ってしまう場合は気持ちよく吹けないので、そもそも息が入っていかないので、自分の好きな音になかなか近づけないと思うんですよね。ただ私自身の話をするとちょっと矛盾するんですけど、テナーサックスを吹くときにどうしてもこのマウスピースの、まあ、吹いてる人の音がすごく好きで、そのマウスピースを使いたい、でも私自身にはちょっとこうまだ体力が足りないというか、まあ、息の速度とかいろいろな部分で研究が足りないなと思って、正直しんどいと思ってます。でもそのしんどさの後に理想の音があるので、まあ、辛くても吹き続けて練習しようというふうに考えています。なので、まあ、ゴールというか、まあ、自分の中での基準として一つ持っておくといいかなというふうに思っております。まあ、理想の音の概念をお伝えしたので、ようやく呼吸のお話をさせていただこうと思います。私個人のもとへもう
通ってくださるもう貴重な生徒さんたちとこう音作りをするとき、またはこうアンブシアがちょっと最近って悩んでいる方と、まず本日のタイトルにもなっております呼吸について一度考えてみましょうというふうにいつもお話をしています。で、呼吸っていうと皆さん何のことを思い浮かべますか？ちょっと頭の中で呼吸何が大事だっけっていうのをちょっと考えてみた見ていただくと何か思い浮かびますでしょうか？まあ、大体の方はなんか腹式呼吸と胸式呼吸をどうにかしなきゃいけないんじゃないかとか考える方が、まあ、生徒さんの中には多くって、ただ今回私がお話しさせていただきたいのは腹式呼吸ではなくて適切な息の量と息のスピードを作るための呼吸法に関してお話ししようと思います。普段こうレッスンをさせていただいているとそもそも息の量が入っていないっていうことがもう本当に多すぎるっていうふうに私自身感じております。まあ、こう音量をコントロールしたい、まあ、歌うように吹きたいだとかこうピアノ小さい音を出したいとかっていうところをいろいろ考えて理想の音を求めすぎて、まあ、あとはご近所迷惑だからちょっとお家では小さく吹いてますみたいな、こうレンジの小さい範囲でどうにかしようってこう考えていらっしゃる方が結構多いなというふうに思ってるんですが、皆さんそういうことはないでしょうか？お使いのこうマウスピースっていうのはそれぞれ違うかと思うんですが、そのマウスピースのポテンシャル、ご自身が今一番使っているマウスピースのポテンシャルを 100% 発揮できていると自信を持って言える方いらっしゃいますでしょうか？なかなか難しいですよね。私自身もその通りでまだ全然鳴らせてない。しかもなんかここ数ヶ月またあこのマウスピース本当はもっと出るなっていう風に感じております。でこうサックスはというか、まあ、管楽器全般ですかねに言えることなんですけど、こう吹奏楽器ですよね。こう吹くことで奏でる楽器ですので、まあ、そもそも息がしっかり入ってなければ、まあ、しっかりした音は全然出ないかと思います。まあ、きちんと吸えてきちんと吐けているか、これがもうつまりは呼吸ですよね、が大事になってくると思います。で呼吸が大事ってことはもう吸うばっかり吐くばっかりのことを意識してしまいがちなんですが、ここでめちゃめちゃ大事なのは姿勢が大事ということになってくるかなと思います。ということで呼吸パートの結論です。とにもかくにも良い姿勢で演奏をしましょう。もうこれに尽きるかと思います。まあそんなの当然じゃんって皆さんね心の中で思ってくださってると思うんですが、こう私個人的にはもうめちゃめちゃ大事で、意外といい姿勢っていうの、まあ、いい姿勢というよりはその人の体格に合ったとか体つきに合った姿勢、そしてそのアルトサックスだとかソプラノサックスだとかその大きさに合わせて姿勢を取れてるかっていうことを考えると、めちゃめちゃ大事なことだと思っておりまして、結構ね骨盤の向き、それから肩の位置だけでも、この2点だけでもめちゃめちゃ音が変わると私自身実感しております。少々皆さんと実践をさせていただきたいと思います。ご無理のない範囲でもちろん構いませんので、こう一緒に動いていただけると嬉しいです。まず右手と左手を軽く握ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたらこう右手の肘と左手の肘をこうくっつけるように、ありがとうございます。そうくっつけるように上の拳もくっつけます。そうです、ありがとうございます。そしたらその肘の下の部分をお腹に当ててください。そして前かがみ、ちょっと45度ぐらいになりますよね。はい、そこで息を吸ってください。はい、皆さん口から息を吸って、そして吐きます。もう一回やってみます。息を吸って、ありがとうございます。吐きます。はい、ありがとうございます。治って大丈夫です。意外と皆さんやってくださってすごい嬉しい、ありがとうございます。はい、まあこうやってね楽器吹くことないんですけど、そもそもやっぱり楽器ってどうしても首から下げたり肩から下げて重たくなるので、知らず知らずのうちには前傾姿勢にはなりがちだと思うんですよね。でこうまっすぐ座っている時も座っている時よりもこう吸える息の量がやっぱり前かがみになると当然減ってしまうと思います。で今この肘をくっつけてもらったのは肩の状態をこう前に楽器をこうぶら下げると、だいたいこういう、極端に言うとですよ、こういう状態になるので、まあ、肩が前に閉じてしまうんですよね。そうなんです、そうなんです。で、
これ開くだけで胸が開くのでだいぶ息遣いというのは変わってくるなっていうふうに思ってます。まあ、それはちょっと結論ちょっとさっき言っちゃったんですけど、はい。で今日はこうできる限り良い息遣いをするために私自身が今めちゃめちゃ自分の中で流行っている意識していることをお伝えしたいと思うんですが、実際に楽器を吹くときはこう椅子に浅めに本当はこう仕掛けるのがね私はいいなと思っているんですけど、まあ、今日はね皆さん長く話聞いていただくので深めに座ってたままでそのままで大丈夫です。でこちらもできる範囲で良いのでよかったらやってみてください。まず腰の部分を引き上げます。はい、そうです、良い姿勢ですね。皆さんありがとうございます。この腰引き上げるだけで全然違うんですよ。意外とサックス吹いてると最初はいいんですよ。最初はいい姿勢を取れるんですけど、だん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 こう骨盤がねこういう風にこうやって曲がってきてしまうので、腰をまず引き上げるっていうのを意識するといいと思います。でちょっとこうスリムに、お腹スリムに見せたいみたいなぐらい結構引き伸ばしていいです。ただ反りすぎないようにだけ注意をしてあげてください。そうしましたらちょっとお隣の方とかお荷物に気をつけながら手を叩く準備をお願いします。こんな感じで、そうですそうです、バッチリです、ありがとうございます。そうしましたらこう手を叩く準備くらいで、この体の幅くらいにこんな感じで開きましたら、手のひらは内側に、そうです寄せていただいて、このまま肘をこっちか、こっちの肘をちょっと体の後ろに持っていくような感じで、はい、イメージで後ろに引きます。そしたら両手をあばら骨のところにクククククククッと持ってきていただいて、そこで息を吸ってみてください。息を吸います、そして吐きます、ありがとうございます。でこの時吐いた時にどうしても息を吸います、吐きます、ふーって落ちてきちゃうんですよ。なのでこの腰とあばらの部分の位置がなるべく下がらないように私吹いてます。なので、ここに、まあ、ちょっと片手なんですけどこういう風に置きましたら、この肘をちょっと後ろに持っていくっていうのが私の中では重要です。であばら骨がしっかり上に上がった状態で息を吸ってで吐きますが、この時にふーって下がらないで、このままの圧力を保ったままふーもう一回やってみましょうか。息吸ってください、そして吐きます、なるべく落とさないように、そうです、あ、めっちゃ皆さん下がらなくなった、素晴らしい、ありがとうございます、ご協力いただきましてありがとうございます。この呼吸法をなるべく楽器を持った状態でもできるようにこうキープしながら吹くようになるべくしております。もう本当に一緒に実践してくださって皆さん本当にありがとうございます。この今やったようなこうあばらの位置を下げないこと、それから、まあ、胸を開く、まあ、さっき腰を高くこう引っ張るって言ったんですけど、結局のところ腰を引っ張ることによってこの辺がねうまく使えるんじゃないかなというふうに思っております。なんかねこう呼吸だからもちろん肺に入っていくんですけど、肺を意識するとかなんか腹式呼吸、腹筋を意識するとか、私ちょっと正直よくわかんないって思ってた時期がすごくあって、なんかお腹に力入れてって言われても、どこのお腹に力入れるのとか、筋肉をちょっと調べたりとかもしたんですけど、このなんとか筋を力を入れてって考えるより、やっぱりその日常の動きに取り入れながら、あ、この姿勢良さそうかもっていうのを試してみていただくのがいいかと思います。はい、でご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、私荒川マナの気ままなサックスという YouTube チャンネルを、はい、やっておりまして、まあ、もしよかったらそちらにね姿勢とか呼吸のお話に関して動画をいくつか出しております。で、2年半ほど前の動画にはなるんですが、3秒で音質改善と歌った動画があるんですけど、こちらが今実践しているような、ちょっと言い方が違ったり考え方が少しその時とは違ったりするんですけど、考え方とか根本的なところは似ておりますので、お時間ある時に復習していただけたら嬉しいです。ということで、これで皆さんの姿勢が良くなりました。で姿勢が良くなったので、おそらく息を入れる量に関してはだいぶ確保ができるようになったんじゃないかなと思います。で適切な息の量を確保できるようになったということで、今度は息のスピードに関するお話をちょっとさせていただきます。まあ、欲しい音によるかもしれないんですけど、私は個人的にサックスはこうある程度息のスピードっていうのが、まあ、速い速度の息が必要なんじゃないかなというふうに思っています。で速い速度の息、まあ、そもそも息のスピードってなんじゃいみたいなところはあると思うので、これもちょっと実践してみたいと思います。皆さんシュッシュッシュッって口に出して言ってみていただきたいんですけど、朱色のシュッ朱色とか
シュシュ、ありがとうございます。シュ、そうです、シュ、ありがとうございます。次は出発のシュを、その出発のシュをちょっとだけ一生懸命、出発みたいな感じで、出発、出発と朱色っていうのをちょっと言い比べてみていただくと、まあ、ちょっと違ってくると思うんですよね。で、まあ、出発の方はなんか効果音みたいな感じで、例えばなんかあの汽車のシュッ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 みたいなのをめっちゃ一生懸命言うようにしてあげるといいと思うんですけど、なるべく鋭く言うようなイメージでやってみるといいと思います。で、こう先ほど朱色、朱色って言った時の朱の優しめに言うのと、出発って鋭く言う朱ではある程度こう違って感じると思うんですよね。で、これが息のスピードなんじゃないかなというふうに個人的に思ってます。これあの本当はマスクを外していただくとすごい分かりやすいので、お家に帰ってみたらやってみてください。あの手のひらを口元にこのくらいの位置に置いていただいて、朱色っていうのと出発っていうのと二通り言うと、結構その息の当たり具合が違うので、ぜひ試してみてください。ということで、お待たせいたしました。アンブシュの、アンブシャの話を始めさせていただきます。今まで、まあ、こうお話ししてきた姿勢、呼吸がある程度ちょっと良くなったかと思うので、おそらくそれをキープしながらマウスピースを包んであげれば、だいぶ音はしっかりするというか、まあ、変わるんじゃないかなというふうには思うんですが、まあ、ロングトーンやスケールとかこう基礎練習の時はできても、意外と曲になると他のこと、リズムとか運指に気を取られて、意外と姿勢だんだん変わってたりとか元に戻りやすいので、常にキープできるようにっていうのをなるべく考えながらやってあげるだけでもだいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。で、アンブシャーのことなんですけど、ここから先は好みの音色、まあ、音色、欲しい音色によってある程度使い方や考え方っていうのは変わるかなというふうに思ってます。ですので、絶対にというわけではなく、あくまで冒頭にお話ししたアンブシャを柔軟に作るにはっていう観点でお話をさせていただきます。実際私自身クラシックを演奏していた時はアンブシャは固定しなきゃいけないものだって思っていたんですけど、ポップスを吹いたりとか、まあ、ジャズを吹く時にニュアンスを出すためにある程度ね、結構動かしているなっていうふうに自分で考えています。なので、これで締めなきゃいけないじゃなくて、欲しい音を作るためにある程度自分の幅を広げようみたいな感じで聞いていただければと思います。で、アンブシャに悩んでいらっしゃる方は、こう大抵口周り、この辺を意識してしまって気にしすぎてしまって、こう筋肉とか表情がこわばってしまう方っていうのがすごい多いかと思います。ですが、本日お話しするのはその部分ではない部分です。ポイントは3つです。下唇の使い方、それから下の位置、最後に加える位置です。まあ、サックスは吹奏楽器、先ほど申し上げましたが、そしてリード楽器です。リードの振動を止めないことっていうのがこうとても重要になってくるかと思います。で、振動させたいリードを止めてしまう一番の原因は、まあ、言わずもがな、下唇ですよね。で、この下唇をどう使うかっていうのが欲しい音色を作る第一歩になるかなと思います。で、私自身欲しい音色によって下唇の使い方を変えています。で、どのように変えているかと言いますと、大きく分けて2種類です。簡単に言うと、イーって皆さんちょっとやってみていただきたいんですが、イーってやるとこう口を横に引いた時のような張り感みたいなのが唇に生まれますよね。で、今度はうーっと寄せた時のこう柔らかさ、この2つを組み合わせながら音を出しています。で、こう胃の張り感があるとマウスピースの抵抗感とかもこう使いつつですが、音がクリアに、そしてコントロールしやすいなっていう感覚はありますが、こうそればっかりで使ってるというよりは、胃の張り感をキープしつつ中央にマウスピースを包むように寄せて使っています。リードやりすぎると結構唇が薄くてリードを包むクッションとしてのこう役割が低くなるので、ちょっと注意してあげるといいと思います。またうの口の場合は結構音がね、なんか豊かになったような感じになって、音量も増えたかも、いいかもって思うこともあるかもしれないんですけど、
締め具合が緩すぎると音程がフラットちょっと低くなりがちですし、音の出だしとか発音が結構悪くなりがちです。なので、口の中がちょっと狭くなりやすかったりっていう弊害もありますので、やっぱりいいとこ取りをしつつ自分のいい場所を探していくっていうのが大事かなと思います。で、硬い柔らかいどちらがいいんですじゃなくって、どちらも使えるといいよねっていう話でした。で、次に下の位置に関しまして、で、これはアンブシュアの話に含めていいのかっていうぐらいもうめちゃめちゃ重要なところで、だいぶ横暴に突っ込んだなって自分でも思ってるんですけど、こう下ベロの位置っていうのも気にしてあげたいポイントです。で、学生時代の私はこう舌は息をこう肺から楽器の中に通す上でとっても邪魔じゃんって思っていました。でも今はもう舌こそが息の量とスピードを作り出す、まあ音色とか音程も作り出す要かなというふうに思ってます。なので、この舌の位置をどこに持ってくるか、例えば真ん中にしたいのか、マウスピースに近い方にしたいのか、ちょっとだけ引きたいのかっていうところに音色の雑味みたいな成分を変える要素があるような気がしています。で、こう、まあ、タンギングとかビブラートにもかかってくる部分なので、こうマウスピースに近い方がいい、遠い方がいいっていう一言で言えることじゃなくって、もう上なのか下なのか、もうご自身のベストポジションを探すっていうのはちょっと難しいんですけどね、必要かと思います。まあ、人によって長さや厚さとか違うので、まあ、必ずしも誰かと同じである必要もないっていうのも覚えておいてください。で、最後にマウスピースの加える位置に関しまして、下の位置同様、これも物によって違います。で、使っているメーカーや番手とかマウスピースの設計がね、そもそも違いますので、それぞれに上の歯を置く場所っていうののベストポジションがあるはずなんですよね。で、なので当然加える位置とか、まあ、要は深さも変わることだと思っています。で、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンっていうふうに楽器の大きさも変わればマウスピースの大きさも変わるので、こうアルトだけと大きさを限定した場合でも、そのマウスピースのポテンシャルは最大限引き出せる場所って考えると、結構ね、一定ではなくてもいいかなと思っています。で、加える位置に関してはこれも、まあ、試行錯誤しなきゃいけないっていうところに尽きるんですけど、一つの目安としてマウスピースとリードの間のこう隙間ができ始める場所という案を本日は推したいと思います。こうマウスピースってリードとこう沿わせるとちょっとこんな風に沿っていますよね。で、こうリードと手が足りないのでこのまま喋りますけど、リードとマウスピースがあった時に、まあ、こうやって隙間ができる場所に上の歯とか、まあ、加える位置を持ってってあげると、割とそのマウスピースのポテンシャルに近いのかなというふうに個人的には今思っております。まあ、そこを基準に鏡とかを見ながら浅めに乗せてみたり深めに乗せてみたりっていうところで自分の好きな音をちょっと探してみてください。ということで、ここまで呼吸とアンブシュアのお話をずらっと30分させていただきました。アンブシュアや呼吸、そして姿勢に関して、全てね、先ほど言いましたように正解はないかと思います。でも常にいいものを求めて研究し続けて、ちゃんと変化をさせていくっていうのがすごくサックスが楽しくなっていく方法なのかなというふうに思っています。まだまだ本当は話したいことが山盛りでして、正直お時間が足りませんでした。結構皆さんお腹いっぱいと思ってるかもしれないんですけど、まだまだ話せますので、今回お話しした内容やそれに付随する考え方に関して、実はあれこれ先ほども申し上げました YouTube チャンネルで動画を作っておりますので、よかったら荒川真奈の気ままなサックスのチャンネル登録ボタンをポチッと押して、動画もいっぱい再生して高評価ボタンも押していただけるとすごく嬉しいです。本日は長い間お時間いただきまして本当にありがとうございました。荒川真奈でした。